も応援ありがとう。今日はみんなと楽しく過ごしたいなって思ってるの。じゃんけん大会はまだか。ということで今日はみんなとじゃんけん大会をしちゃいます。よし、来た。お前たち、さっき教えた通り後出しじゃんけんをやるんだぞ。みんな準備はいい？いくよ、せーの、じゃんけん。あれ、どうしたどうした、マナたちは？あれ、来てないのかな。そんなことはいいから早くじゃんけんをやれ。あんなに楽しみにしてくれてたのに何かあったのかな。待ってもあいつらは来ないんだよ。だから早くじゃんけんをやれ。あなた、マナたちに何かしたの？別に何にも。みんなごめん、私マナたちが心配なの。ちょっとだけ待っててもらってもいいかな。え、じゃんけんは？マナたちどっちに行ったかわかる？あっち？黙れ。それともこっちかしら。お前たち教えるんじゃない。黙、うるさい、黙れ。こっちね。ありがとう。なんで教えちゃうんだよお前たち。イライラ、こうなったら先回りして必ず戻ってくるから。
立たないやつだ。こうなったら見えない。あの作戦を使うしかないようだな。あなた、さっきから作戦作戦って何のことよ。僕は大量の自己中を一気に生み出すことができるということさ。大量の自己中ですって？おい、お前、会場の子供たちとじゃんけん大会をする予定だったよな。それがどうしたの？それを今ここでやってみろ。え？みんな喜ぶぞ。お前たち、さっき僕が教えた通りにじゃんけんをするんだ。そうすれば絶対勝てるんだからな。絶対に勝てるじゃんけんってまさか後出しじゃんけん？みんなズルはしちゃダメだよ。じゃんけんポンで一緒に手を出すのよ。何を言っても無駄無駄。こいつらはじゃんけんに勝つためには後出しじゃんけんをするに決まってるんだよ。みんなはそんなこと絶対しない。私皆さんを信じてますわ。まあやればわかるさ。さあやる。わかったわ。私もみんなを信じてる。みんな、行くよ。せーの、じゃんけんぽん。やったー。みんな、ちゃんとじゃんけんしてくれた。ありがとう。みんなのここには、勝ち負けなんかよりも正々堂々と戦う素敵な心がある。私たちも、皆さんと一緒に一緒にプリキュアに応援パワーを送ろう。いくよ、せーの。もう一回いくよ、せーの。おう、おとなしくしていろ。そんなわけにはいかない。だって